正直焼きもち焼くと思って、焼きもち焼いてるよ皆様のこと。え、結構さ、私さ、お友達の配信をね、 VTuber のお友達さんの配信にチラッとっていうか、まあ、お邪魔するときは基本的に長居するって決めてるんですよ。あんまりコメントしないですけれど、まあ、やっぱね、最近こうコラボしたりとかするとお一人ぐらい、多分コラボきっかけにその子の配信を見られてる方とか意外とねいらっしゃるんですよね。お一人ぐらい、毎回ではないな、お一人ぐらい。別に全然それはやきもち焼いてないですよ、全く。別に嫉妬とかしてない、全然束縛とかじゃないし、別に嫉妬してないけど、別に嫉妬とかしてないけど、やきもち焼いてないけど、まあ、うん、まあね、ねえ、さんねえ、やきもち焼いてないよ、全然焼いてないよ、全然焼いてない、うん、本当に焼いてないよ、うん、全く、全然、多分今日こんにちはしたね、今日こんにちはしたね。ちょっとびっくりしたの。ちょっとびっくりした理由があって、お友達の場所二人ともすれ違い通信したから今日。いや、今日一日で2回すれ違うって、ちょっとそれは気持ち焼くでしょ。それは焼くでしょ。いや、それは焼くでしょ。偶然じゃなかった。2人、しかもコラボしたことある子2人でしたからね。そりゃ焼きもち焼くよ。今日私2人しか配信行ってないのに、これまでコラボ配信したことがある2人の配信にしか行ってないのに、2人ともいらっしゃったから。そう、配信者が見ていた。ちょ、怒ってないよ。ちょ、怒ってなく、怒ってないよ。怒ってないよ。別に怒ってないよ、本当に。嫉妬？別にしてないよ、全然嫉妬してないよ。運命の出会いに。さん、私知ってんで。さんがだいぶ序盤から私だけ見てくださってたの知ってるからね。うん、知ってるよ。ね。優しいから、私コラボ配信してくださった方の見てくださっても全然嬉しいよ、嬉しいけどね。でも佐野子さん、すぐお友達のこと好きになる、すぐ好きになるか。ごめんなさい、聞いてた、ちょっとありがとう、ありがとう、ズバッと、笹葉って書いてある。笹葉って書いてある。なあ、ちょっとびっくりしちゃっただけなんよ、そう。いじけてる。いじけてないよ。いじけてない。いや、そんなこと。